はい、皆さんこんにちは、村長です。案外ですね、今日はノリノリの感じでいきたいと思います。ノリノリなのはですね、このソフトミュージックメーカー、2019、と買ってみてですね、思うことが、このソフトいわゆるプロらしいことをプロのように、素人のやり方で一発でですねできると、今こう試してみてる中では、あ、これはできないなっていうものはもう何一つないというぐらい、よくできたソフトです。このマジックス社自身がですね、とってもとっても放送用の放送局用のそういうツールを作ったりとか、とってもしっかりした会社なんで、僕もこの頃はこのソニーのベガスという動画編集ソフトもマジックスが買い取ったのでですね、前のバージョンぐらいからもうマジックス製ということでやってますが、なかなかいいソフトが揃っています。こんな中で、このソフトの特徴はいわゆる音楽を提案してくれるということです。右側にあるようなこれサウンドプールと呼んでるんですけれども、それを使ってですね、それもなんとなんと、初めは一つしか入ってないんですけれども、いわゆる無料で、10個ぐらいのいろんなジャンルを選べて、ダウンロードができるという、そういうとっても、財布にも優しい、そういうような、ツールになっています。じゃあちょっとこのエフェクトというところからソングメーカーというのを立ち上げるとですね、そしたら、これ今見えてるのがミュージックメーカーフィールグッド、これは初めに入ってるやつなんですが、これダウンロードしたやつです。なぜか知らないですけど、今日昨日まで一生懸命ダウンロードしてよかったなと思うのは、この右側にあるのですね、昨日までは割引価格というのがあってたくさんダウンロードできたんですが、僕も全ての料金を使い果たして、ダウンロードしたんですけど、今日からは割引がないということで、うまくいってたなら約倍ほど、ダウンロードできたのかなと、まあ、勝手に思ってます。この右側の部分はインターネットとつながってるんだと思いますから、昨日の状況と今日の状況がまた変わったりしております。そんなんで今トラック、まあ、8個ですから、まあ、8つ分今5つ使ってるので、じゃあこれはトラック追加でいくらでもできるんですけど、パーカッション、ボーカルを入れて、そしてここのコンポーネントを選択というところで、イントロがあって、1番があって、サビがある。また2番があって、サビがある。そしてエンディングというような、まあこういう構成を考えるだけなんですね。そしたら、音楽を提案してくれます。はい、こんな風に提案してくれるんですけれども、ちょっとここにこれは、オルガン系ですかね、とか、まあ、ここにシンセサイダーのようなものとかがありますけれども、こういうのをちょっと追加して、ただ何も変えてないですよね。それすると曲を作成をもう一度します。そしたらですね、さっきとはまたちょっと違う感じの提案を出してくれるわけですね。ちょっとベースラインが変わりましたね。こうして仮歌も入っているので、
まあなんか雰囲気もよくわかるし、タタラタランランララーンとか、まあ、自分でメロディーをつけ直してもいいわけなんですよね。鼻歌のようにして、追加することもできます。そして、まあ、これでですから、まあまあ、今2つやってみましたので、まあ、こういうことができるということが分かりましたので、これで適用をします。はい、こういうふうに、できました。ここからですね、いわゆる、まあ、自分の好きなようにミキシングを押していったりするわけですけれども、 M を押したらこういう風にミキサーが出てきます。今8個まであるの で、でこれ、まあ、もちろんレコーディングもできるんですね。これ今一番左端で赤くしましたけれども、こういうことでレコーディングもできる。でこれを、まあ、今のままですね、ちょっと音楽を考えていきたいと思います。この中で、まあ、ドラムが3番、1番ベースのようですので、まあ、ここらから行って、他はですねちょっとあえて、下げておきましょう。この下げるときね、昨日も僕まあ、ミックスの仕方っていうのを奮闘機という Facebook の奮闘機というところでこうやったんですけれども、こうやって一回ゼロにしておくのが、まあ、いい感じがします。そして、これで、ちょっと流してみたいと思いますね。ミキサーが邪魔なので、で、はい、今こうベースと音が鳴ってます。今だいたいアウトで、6デシベルぐらいのところを振ってますのでですね、まあまあこのぐらいでいいのではないかなと思います。ちょっとベースをちょっと落とし気味にしましょうか。はい、じゃあ次はピアノ系を上げていきます。はい、次はギター。はい、ちょっと前に戻りました。はい、これからギター入ってきます。もう一つのこのシンセを、はい、ちょっと、そしてトランペットですね。はい、そしてパーカッションを上げます。はい、主にタンバリンの音です。そして、ボーカル乗せます。せっかくですので楽器に負けないような感じで
あ、これで、パンを振っていきます。タンバリンちょっと横から行きましょうか。はい、もう一回りで、パンを仕上げましょう。はい、まあ、ドラムはね、基本は真ん中にあった方がいいですよ。ドラムベースはね、ガチンコしないようにちょっとだけパン振るっていうのはいいかもわかりませんね。はい、まあね、ステージででもドラムって大体真ん中に置いてますよね、もうちょっとタンバリン聞かしましょう。さあどうでしょうかね皆さんね、まあ、これがいろんなジャンル、一つ J-POP も取ってありますけれども、まあ、有料で5,000円ぐらい出すと、まあ、また J-POP でもいろんなものがまあ、市販されたりしています、まあ、全世界から見ると日本の音楽は少ないんですけれども、はい、それでですね、まあ、これで一回これでいわゆる世間でいうミックスは終わったということなんですけれども、ここからいろんなまあ、アレンジができるわけですけれども、ここにマスタリングというのがあるんですね。で、このマスタリングをこう押すとですね、もういろんなマスタリングプロセッサーがありまして、で、これちょっと、まあ、聞きながらですけど、ループをもう曲というか楽器が全部入っているところとかを、指定しましょうかね。そしてまあこの辺がいいんですよね。でこれが面白い機能にこのオートマスタリング機能っていうのがあるんですね。でこれでですね、今マキシマイダーももう入ってますから、これも息を切ります。でここでロックを選びますね。なんかこいつ考えよるんですね。はい、で今度はパラメトリックイコライダーをかけていきます。ちょっと低音高音どんしゃりにしてみましょう。こういう風に、もちろんマウスでもできますし、でこれ今ね、ゼロを超えてます、まあ、今皆さんのところには音は割れては、聞いてないと思いますけど、まあ、でもここはまだいいです。そして、マルチバンドのダイナミクスがあるんですけれども、強調したいところとかをこう作っていきます。
大体音圧的に良くなったら、次はですね、このリンク外してですね、個別にも聞きながらこういうことができます。次はこれもねよく聞いていいんですよ。これステレオプロセッサー、今、かかってない感じですけど、ワイドに、で最後マキシマイダーかけますね。マキシマイダーは勝手にですね、ゼロデシベルに抑えてくれてると思います。で、こういうのねわからない人にはカーステレオで聞くとかね、何で聞くっていう風に低音強めとかですね、こういうのがあるので、この中からもう簡単に、設定することができます。いわゆるプリセットっていうやつですね。はい、でマスタリングを上げて、そしてそうですね、ゼロを超えない、今これマイナス1ですけど、このぐらいのボリュームにしておいて、仕上げですかね。はい、最後もう一度一番最初から聞いてみたいと思います。最後のミックスをバランス取りながら、曲作りってそんな、ね、難しくないでしょう。これのいいところはですね、こうやって、このインスペクターというのにしておくとですね、この一個一個、例えばこのボーカルとかにも、ピッチまで修正できたりとかですね、いろんなボーカルチューン、こんなね、ちゃんとボーカルをピッチチューニングするようなこんなソフトもね、全部無料で、ついてます。でそこも難しくやるんじゃなくって、ピッチをどういう風な形で、やるか、これちょっと中途半端な高い位置にありますけど、例えばこれはちょっとこっちちょっと落とすね、とかいうで、これちょっと低いかな、こんな形で、全部修正もできます。このソフトも無料でついてますし、あとはコンプレッサーですね、コンプレッサーでから10バンドのイコライザー、そしてリバーブと、そういうものがもう初めからついてます。で、もっともっと高度な、FX をするんであれば、もちろんここにプラスをしてですね、VST、自分が
持ってるようなそういうものも使えますね。もちろん初めから持ってない人は初めからもう一通りのリバーブとかですね、こういうのも全部初めから入っているということで、そういうプラグインも自在に使える、そんな便利なソフトです。はい、今これ、マウスの動きがおかしいどう？初めから最後まで。はい。まあこうやってね、イントロとかこういう名前も付けとけるんで案外便利ですね。わかりやすい。後から見たときにわかりやすいですね。じゃあ最後の仕上げです。はい、僕は今日はタバコをカートンで買ってきました。またタバコが 4,50 円上がるようですね。吸わなきゃいいのにね、ということで、まあ今日はこういうふうに、とっても便利でそして本格的な作曲ができるミュージックメーカーですね、2019バージョンになって、音のエンジンもそして、マルチコア対応であったりとか、まあ、いろんなところがバージョンアップできて、ちょっとまだバグが気になるところ、止まるところが何度かあるんですけれども、まあ、いいんじゃないですか。いくらぐらいだったのか、僕はバージョンアップだから3,000円、4,000円、まあそういう、そういう値段で購入できるわけですからすごいですよね。皆さんもこんな本格的な楽しい、DTM ソフト一度挑戦してみられるのもいいんじゃないかなと思います。村長でした。